王将戦第5局は、先手番が藤井聡太王将、後手番が羽生善治九段。戦型は横歩取りへと進んだ。羽生九段が近日好んで採用している戦法である。後手藤井が先手羽生の2六に垂らした歩の手に対して、1時間以上の長考に沈んだ。よほど変化手順を深く読む必要があるのだろう。解説でも明快な方向性は示されない。つまり、示すことが難しいという局面にすでに入ったということなのだ。要するに、早くも選択や方針の難しい局面を迎え、勝敗に直結する決断に時間を使ったということなのかもしれない。藤井は一体、どれほどの手順を読んだのだろうか。将棋記者による雑記で、局面を読むスピード型の棋士に比して圧倒的に速いのが、羽生、渡辺、藤井の3人であったという。そして三者に共通していたのが、読んでいる最中にあくびをすることだった。何も暇を持て余したのでも飽きてしまったのでももちろんなく、集中して脳をフル回転させることで、コンピュータの CPU と同様、上昇した集積回路の温度を下げるためではないかとその記者は記していた。まさかタイトル戦の中継画面であくびをすることはないにせよ、もしかすると互いに手洗いに行った際に集積回路を冷却している可能性もある。解説の豊川貴弘七段が、勝てば勝因、負ければ敗着、見たことがない手ですね。これで勝ちと見切った手ですね。いや、相当な量を読んでいますね。もしかすると詰みまで読んでいるかもしれません。いや、しかし驚きましたね、と述べた手を藤井が指した。デザスタケイ、大人の将棋ラジオです。4号棋と藤井の桂が跳ねた。この桂はすごい桂ですね。評価値は羽生 65%、 藤井 35% と表示され、羽生が逆転した。藤井の選んだ手を AI はあまり良くないと見ているということなのだろうか。横歩取りという戦法は、手将棋で相手を倒す指し手をその場で探し当てていくことのできる力量、腕力を持つ者に適しているのかもしれない。トップエンドに位置する棋士に失礼な表現ながら、いわゆるテクニシャンで腕に自信があり、局面が悪くなっても打開する力と実績を持っていると採用しやすいというか、踏み込んで言えば、局面が悪くなってしまう場面を経由することを厭わない、人間的覚悟が問われる戦法なのかもしれない。ここ一番でもその場で莫大な量を読み込む経験や実績も当然必要になってくるのだろう。羽生九段は自著の中で自身の棋風を次のように述べている。私自身は自分の棋風を一言で表現するならば、主導権を取りに行くタイプと思っています。将棋は指し手が進んでいくと、だんだんと有効な手が限定されてきます。そんな状況の中で、どうにかして一歩先を行くことを考える、それが主導権を取りに行く棋風ということです。反対に待つことを好む棋風の棋士もいます。相手が何をやってきても、その全てに対応できるように手を何通りも用意して待っているタイプで、つまりは相手に主導権を渡してしまうというタイプの棋士です。それは結局わずか一歩を踏み出すかどうかの違いですから、実際には両者にあまり差はないようにも見えます。でも一歩先に主導権を取りに行くことが、実は勝負においては大きな意味を持つのではないかと私は思っているのです、と述べている。この局面まででも潜んでいる枝分かれの変化手順が膨大で複雑、気力のないこちらにはとても理解できない。いくら気力があっても観衆側は追いつけないのではないか。それでこそ新旧王者による世紀の一戦にふさわしい。渡辺名人もプロの将棋は難しすぎると冗談を放っていた。これが技芸を競う芸事の真骨頂でもある。豊川、いやこれは3時間考えていっても動かないということもありえますね。本田、覚悟してください。豊川、いやそこは本田プロのトーク力で。親父ギャグで鳴らす豊川は7段もうなる手であった。羽生の髪は乱れ、表情が変わりましたね、と豊川がコメントをつけていく。豊川、将棋指しって腕自慢じゃないですか。がっちり囲って後は力勝負みたいな将棋とこの将棋は違いますよね。恐ろしい手が出ましたね。本田、1日目の昼食明けからいきなり最終盤といった感じになりましたね。豊川、プロというのはある局面を見てパッとどちらが優勢かわかるじゃないですか。しかしこの局面は違います。極めて現代将棋らしい
現代将棋の極みとも言えます。羽生さんが最新型でヒノキ舞台において戦っているというのがすごいんですよ。本田、豊川先生は AI を取り入れた研究などしているんですか？豊川、私はライトセイバーではなく木刀です。横太りというのは本当に怖いんですよね。最近の横太りは途中で局面が落ち着くというのは少ないんですよ。怖いですね。44手目、後手、羽生、意外な組み立てで敵陣にではなく中段に飛車を打った。47手目、先手、藤井が跳ねた桂を成り込んだ。非凡な手ですね。ここ数手、本当に難しい手ですね。いや、でもこれいい手ですね。壮絶な切り合いということにはなっていないのですが、針がじわじわと藤井王将に触れてきた感じでしょうか。いや、これはどこまで行っても難しい将棋、南海ホークスですね。いや、これはすごいケース手ですよ。変化手順を検討し、ちょっと先手がいい感じですね。すごい形勢判断が難しい将棋なんですよ。藤井王将は、形に対する認識、見切りが卓越していますね。藤井王将の5三桂成、お羽生九段は本戦で読んでいなかったはずの筋ですから。これは羽生挑戦者、厳しい時間ですね。藤井王将の動きがピタリと止まっている。膨大な計算からこの局面も想定しながら先ほど長考していたということか。藤井の桂を玉で取るか、角で取るかの2択で羽生が48手目を封じた。潜んでいる枝分かれの変化手順が膨大で複雑、しかし一手が50手目を前に勝敗を分けるような、繊細で難解な現代将棋の最新型で明日、王将戦第5局2日目を迎える。